負けたくない仮面ブックメーカー投資の化粧お疲れ様です。サンキューベッド計画クです。本日も4ベッド、1702円のプラスでした。今夜は、えー、珍しく一人なので大分で美味しい冷麺を食べます。うまい。車で福岡、大分で3時間ぐらいでしたが、動画10本ぐらい撮れたので満足です。ではお風呂行ってきます。大分駅前動画撮ります。ということで、いっぱい写真を送っていただきました。6月27日ですね。はい。えー、111。 払い戻しということで、ええー、まあ、プラス収支ですね。いつも通り。はい、ということで、ええー、はい。写真めちゃめちゃ送っていただいたんですけど、これ大分駅前ですかね。なんか、こ、この写真僕好きっすね。この写真。この写真シュールですよね。いいな。なんか、あの、情報発信を、 もう楽しんでるなというところでいいんじゃないでしょうか。はいまあ、昔では課長考えられないんですよね。まあ、もうなんかもう普通に動画撮るの余裕になっちゃいましたね。鷲津さんの。はいまあ、こうやってね、まあ、情報発信をね、こう楽しめるようになるといいんですけどね。まあ、みんなできないですからね。情報発信。情報発信いいと思うんですけどね。やっぱブックメーカーですかね。はい。では終わりたいと思います。 ご視聴ありがとうございました。仮面は語る。